飛行中のゴスサマー・アルバトロスクルート、ゴスサマー・アルバトロスはアメリカの航空エンジニアポール・マクレディが製作した人力飛行機である。1979年6月12日にドーバー海峡の横断に成功した。有名な航空エンジニアでグライダーの世界チャンピオンでもあるポール・マクレディが率いるチームが製作した。ポール・マクレディの製作した 人力飛行機はゴッサマー・コンドルに続くもので、ゴッサマー・コンドルは1977年8月23日に180度の方向転換を含む 2.1km の飛行に成功し、クレーマー賞を獲得した。その後、1909年のルイ・ブレリオの航空機によるドーバー海峡横断飛行にちなんで次のクレーマー賞が設けられることが発表された。 1979年6月12日、アマチュア自転車レースの選手、ブライアン・アレンが操縦して2時間49分の飛行で 35.8km を飛行し、ドーバー海峡を横断した。最大速度時速 29km に達し、平均高度は 1.5m であった。構成は水平安定板が機体の前方にある遠程型である。構造と材料は、 フレームはカーボン樹脂、翼のリムは発泡ポリスチレンで、薄い透明なマイラー樹脂のフィルムが貼られている。機体の重量はわずか 32kg であったが、乗員が乗った時に 100kg になる機体を最小の水力で浮かすために、グライダーのようなアスペクト比の大きい主翼が採用された。安定した大気の中で飛行するのに必要な馬力は0.4馬力と、見積もられ、 大気が乱れるとより多くの駆動力が必要であった。マックレディのチームは2機のアルバトロスを作り、予備機となった1機は1980年に NASA でテストされ、またヒューストンのアストロドーム内で飛行した。ドーバー海峡を横断した機体はスミソニアン協会のドバー、ヘイジーセンターに展示され、予備機はシアトルの航空博物館に展示されている。ありがとうございます。